はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、皆さんこちらの画面見覚えありますでしょうか？結構久しぶりだね。やっぱね、コメントでちょこちょこね、 TBS もやんないんすかっていう話があったんだけれども、まあもう個人的にね、このゲームはクリアしきったし、製品版およびアップデートまでやることがなかったんでね、もうやってなかったんですけど、結構コメントでね、もうやんないの、もうやんないの MG さんって言われたんで、今日はですね、素直に懐かしさを楽しもうよ。やっぱね、素直にね、この懐かし、あー懐かしい、うわめっちゃ懐かしい、この感じ、この感じでね、普通に今日は楽しんでいきたい。うん、普通な感じでね、もう楽しみたいね、この TABS を。じゃあ適当なさ、レベルのとこやってみようか。レベル15。おー、なるほどなるほど、バリスタとかって話か。うわ、操作も慣れてねえなこれ。なるほどね、バイキングにバリスタ系ってことね。これどうやってたっけね、もう覚えてないや、もう覚えてないや、やばいやばい。え、これシールドとか出してんの、エピックバトルシミュレーターだもんね。ええ、やばいやばいやばい、どうやってたっけ。やべえ、もうわかんねえよ。まあいいや、TNT とりあえず置いて、とりあえず TNT 置いて、あーでもね、これ強かったんだよね、確か。確かテスラ系がすげえ強かったのと、あとはビーマーがね、確かワンパンで機械落としてたんだよね。あ、そっかそっかそっか、思い出した思い出した。これあれなんだ、TNT の爆発半径が自分たちにも食らうから、結構距離空けてたんだよね、そういえば。うわ、懐かしいわ。うわ、この感じ、この感じ懐かしい。さあ、バリスタすっとで、あははは、楽しい、めっちゃ楽しい、このゲーム。で、みんな、みんな、このゲーム神ゲーだわ。なんかバグってるしさ、ちょっと動いてくれよ。で、動いてんだけどさ、なんで終わんねえの。なるほどね。このゲームね、割と楽しいんだけど、こういう風にね、不具合がね、結構実は撮影外で多かったゲームなんですよね。終わんなくて、泣く泣くカットしたりとかってのもあって、これレベル18ですね。やっていきましょう。うわぁ、懐かしいなぁ。忍者軍団かな？なるほどね。こういうところってどうやってたっけなぁ。もうわかんねえなぁ、ほんとに。もうほとんど記憶がないんですよね、こういうステージって。テスラ系出した方がいいのかな、こういうとこって。また改めてあれだね、このキャラクター縛りとかでさ、なんかいろいろやってみても面白いかもね。懐かしいわこの感じ、めちゃめちゃ懐かしい。いやーもうダメだ、感覚がね、なんか感覚がもう違うんだよね。なんかもう別ゲーの感覚になっちゃってる。エピックバトルシミュレーターやりすぎて、あっちの感覚ですね、完全に。で、じゃあちょっとテスラとかね、1体置いて、あとエネルギーピストルとかもね、多分置いてった方がいいと思うんだよね。で、中央に寄せるために、ペザントケツ配置でやっていこうぜ。うわぁ、懐かしい！さあ、TNT で巻き込んでいくスタイル。後ろのグラビティデュードで巻き込んで、テスラでこうやって撃っていく感じね。もう TNT 全然意味ねえじゃねえか。懐かしいし、負け取るが。なるほどね。結構ですね、このゲーム面白いですね。じゃあちょっとサンドボックス、あ、そうだ、みんなさ、まだ多分こういう画面見てないよね。実はね、このゲームって、フォブとかも自由に決められたりとか、戦士？結構ね、マスターボリュームもこんな感じでいじれたりとか、まあ、いろいろね、細かい設定があったんだけれども、唯一ジャパニーズがないところがね、本当に気に食わなかった。結構ああいう画面見せてなかったんだよね。でね、ダークペザントとか懐かしいね。どんな感じだったっけ？なんか適当にさ、バーバリアンシャコシャコ出して見てみようよ。うわ、懐かしい。このゲームやっぱ面白いなぁ、やってみると。このゲーム面白いわ、久しぶりにやると。久しぶりにやるとね、やっぱね、これ神ゲーですよ、神ゲー。いやー懐かしいわ、この感じ。
いやー懐かしい。そしてこの終わんないんだよね、なかなかね。素晴らしいブルービクトリー。いやー懐かしい、めちゃめちゃ懐かしい。ちょっとまともに一回戦闘してみよっか。どんなのが強かったっけね。なんか適当にさ、エネルギーソード出してさ、グラビティデュードでなんかさ、ビーマーシャコシャコ置いてさ、んでさ、テスラなんかビビビビビみたいな、こんなんがすごい強かったんだよね、確かね。こんなんがね、確かすごい強かったんだよね。でね、これに勝とうと思った時がね、なんかね、もうワンパターン、ツーパターンしか確か思い浮かばなくてね。で、結局後々分かったのが、このね、バイキングを左右からね、突っ込ませる作戦っていうのがね、本当に強かった。よいしょと。でもって、じゃあ試しにさ、M16 とか久しぶりに、あ、そっか。これがビーマーで潰されちゃうんだもんね。じゃあ、ヒラリートラップとか出してみる？コストぐちゃぐちゃだけど、まあいいよ。今日はね、MG さんが単純に楽しむだけの動画だから。うわ、すげえ、このはちゃめちゃ感やべえ。面白いな、本当にこのゲーム。久しぶりにやると、負けてんじゃん。負けてんじゃん、バリバリ。そう、ネオン軍が強いんだよね。うわー、懐かしいなー。これ、ネオン軍強かったなー、そういえば。懐かしいなー。でさ、M16 に対してさ、なんかさ、こうやってペザント大量に出してやったよね、昔。うわー、懐かしい。これさ、これ絶対勝てないんだよね。これ絶対勝てないんだよね。なんでってさ、ここに M16 いんじゃん、ここ。撃つじゃん、撃つじゃん。もうさ、絶対近づけないんだよね、これ、ペザントレベルだと。100% 近づけないんだよね。面白い。久しぶりにやるとね、やっぱすっごい面白いです。やっぱね、たまにね、みんなのね、まあ、リクエストにお答えしてね、うん、こんな感じで TA ビースを MG さんがただただ純粋にね、楽しむっていうのは割といいんじゃないかなって。いやー、面白い、本当にこのゲーム。本当に面白いなぁ。あと何があったっけなぁ。あとね、確かね、ヒラリー・トランプの組み合わせは、まあ、さっきやったから、あと何てあったっけなぁ。そう、スーパーペザントね。スーパーペザントが、あ、じゃああれも、そう、あれ思い出したよ。スーパーボクサーに対して、ボクサーコスト同じで勝てんのかみたいなのも確かやったっけね。なんかね、やったと思うんだよね、昔、100体シリーズの途中で。懐かしいなぁ。で、このね、ゲームのためにいいパソコン買ったんだよ、面白かったから。懐かしい、涙出てくるわ。もう、懐かしすぎて涙出てくる。いやぁ、面白いわ、このゲーム。本当に面白い。あとなんかいたっけね。エピックバトル、エピックな、もうダメだ。もう間違えてる時点でダメだよな。そういうのよくねえな、やっぱり。TNT とかもよくやったなあ。あ、思い出した。あれあれあれ。スピアマンでバグんだよね、これね。スピアマン大量に出してさ。違う、スピアマンじゃないよ。これスピアスロワーだよね。これスピアマンでバイキングのとこだったっけ。あー、これこれこれ、スピアスローはさ、大量に出すとバグんだよね、確かね。にじゃあちょっとヘルス高めのやつとか置いてみる。んー、どれ置いてバグらせっかな。んー、じゃあまあいいや、ダークペザントでも置くか。てか勝てっか。てかバグらせられるか。スピアマン、スピアマン。懐かしいなーこの感じ。え、勝てっか勝てっか勝てっか勝てねーみたいな、この感じもねー、懐かしいなー。どっか行っちゃったしな。いやー面白い、このゲーム。本当に神ゲーだよな。なかなかね、このゲームやる機会も最近なくなっちゃったけどね、僕の心の中では、ずっとこのゲームはね、上位に残り続けると思います。
はい、ということで皆様最後までご視聴ありがとうございました。今日はですね、めちゃめちゃ久しぶりの TABS、 過去 MG さんがすごく楽しむゲーということで、いかがだったでしょうか。やっぱね、面白いわ。またいつかね、機会があればやっていこうかな。 TABS、 ぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録、そしてね、コメントも待ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ以上、また明日お会いしましょう。じゃあみんなバイバイ。